で、さっきのお話ですよ。どういう経緯の方でね。だからまずは学会だよね。もともと、私が分かっちゃうんですけど、昭和61年の3月に妊娠して、まだ変じゃない。ああ、そりゃそうだよまだね。少しまともな子。昭和、もう一回言って、61年のああ、そっ3か。月。まだ、かすかに良かったという際う、どいところ際でどしいた。とこだよね。もうちょっとで変になるわっていう。で、私の母がそれより5年前に先に妊娠してて、まだその親戚に嫡出されて、母を嫡出した人の娘に私、嫡出されたんですよ。で、親子に嫡出されて、で、一番最初、なんで、一番最初、私、とにかくまず母が入ったときに、自分自身がちょっと、恍惚してしまって、それはもう宗教が嫌いだったので、とにかく、何の宗教でも、こんなことやるからこんなふうになるのよ、私が、みたいな感じで、ちょっとそういうところがあって、家の中が変になっちゃったじゃない、みたいな感じで、母親をこういうふうに突き飛ばしたり、突き飛ばすまでいかないと、揺すったりすることがあったんですね。その時に、母はもうすでに眉目を上げてたんですけども、私がそんな風だから、入ったっていうのがあって、で、家の父親もすごい大反対で、俺、創価学会にもちろん入ってるんで、創価学会に入るんだったら、礼派の会に行くからって言って、車で出かけたんですけど、ぶっちゃけ結果から言うと、踏切で、車が演出して、なぜか、動かなくなっちゃったんですよ。で、どうしようもない状態になって、もうすぐ電車が来るって間一髪のところで止めてもらって、大事故になるところが、母親が大目を上げてたちょうど時間だったみたいなんですけど、寸前のところに助かって、父親ももう心折れて、そのまま、もう自分がやるならいいよって、俺はやらないけどと。で、私は私で、その母に反対してて、その後、反対した後に、学生時代だったんですけど、まだ高校生だったんですけど、もうありとあらゆる、バチですよね、もう今考えると。もう、わけのわかんない、この病気っていうか、難病にもならない、奇病っていうか、病院に行っても何も悪くないのに、体中にいろんな出来物ができたりとか、それがものすごい痒くて、いきなりそれが出始めたんです、そういうのも。それから、ものすごい学校で、校内である、事件が起こって、私、それの冤罪、全くの人間だったんですけど、もう警察がそれこそ徴収するみたいに毎日呼ばれて、授業も来させてくれなくて、本当に、それが1週間ぐらい続いたんですよね、学校でずっと事情聴取されるような感じが。ところが、もう母親がとにかく祈って祈って祈って、そういう状況なんで、本当始めて間もないことだったんですけど、とにかく祈って、私はとにかく祈り切るって言って、で、私はまだ勝手にすればみたいなことを言ってるんですけど、そしたら、ふーっと病院に行っても全然治らない、そのいろんな症状が、ふーって、嘘のように取れ始めて、跡形もなくなって治ったのと、あとは、その後変なことが起こらなくなったんですね。怪我したりとかもいろんなことがあったんだけど、大怪我ではないけど、自分が、ってなるような、心折れるような、いろんな、ちょっともういろんな日常的ないろんなことがあって、それから冤罪で自分がもう退学一歩手前まで行った状況に追い詰められたんですけども、それも結果的に言うと、犯人が分かって、もう何事もなかったように、もちろん卒業できました。で、結果から言うと、それを自分でやっぱり体験として、やっぱりこのご本尊様、違うなって、やっぱり違うわって、漠然と自分でも感じ始めて、やっぱり因果っていうか、いいも悪いもすごいんだなっていう、悪いことをした時に出てくるもの、いいことをした時に出てくるかっていうのが、これだけ明暗がはっきりしてる、すごいって思い始めて、怖いぐらいすごいと思えたんですね。それで、でもその時まだ創価学会自体好きじゃなかったので、入りはしなかったんですけど、そっから21ぐらいの時に、東京出てきて、短大と入学と同時に、その母親を嫡出した娘に、いとこになるんですけど、私の、学会だったんで、それも池田の親衛隊のような、もう、池田、池田みたいな人だったんで、国際部の通訳やってて、もう本部でバリバリの、おお。
て嫌だったけど、でも人生変えたいなっていうのと、うん、ご本尊様が間違いないっていうのは分かってたので入信したんですね。創価学会は嫌いだったけど。それが61年ってこと、はい、お、じゃあお母さんが入ったのはどのくらいなの。それより5年ぐらい。ああなるほどね。5年、もうちょっと前か、10年弱ぐらい、7、8年前です。なるほど、はい、ちなみに今母も全然やってません。おで、その後それで私着服されて、最初の頃はもうとにかくお題目をあげて、お題目をあげるとこうやっぱりご本尊様にお題目をあげるとこう命がやっぱり変わってくるのが自分で分かって、だけど今までそのお題目が結構いろいろ出てくるんですけど、でもあげるのが楽しいっていうか、苦しいけどでも何かこう感じ取れるものがあったんで、何かのパワーっていうか、でもすごいっていうのが分かってるから、かなり平成5年の偽本尊を配布し始めるまではかなり女子部で活動させていただいて、結構題目を上げさせていただいたんですけど、1日に1万遍とか決めてずっと上げてた時もあったし、ずっとやってたんですけど、ある日注文問題です、勃発した、平成2年ですよね、11月に池田がスピーチしてクソ坊主って言ったんですけど、あれで勃発して、うん、ゲリカ様のことをバックメリし始めたら総攻撃が始まって、うん、でそれから平成5年から偽本尊の配布が始まったんですけど、うん、私全くその時点でまだ針行ったばかりに近かったので、うん、事の次第はよく分かってなかったんです、うん、でいとこも私に説明するときに新人に、うん、日蓮召集創価学会って言わないんですよ、うん、創価学会だけしか言わなくて、うん、で何でもかなうって言い方をするんです、うんうん、そうじゃない、うん、後々よく自分で勉強してみたら、うん、そんな浅い部分での捉え方じゃないなっていうか、うん、仏法っていうのは、うん、でも願いが叶う、願いが叶う、うん、それだけ言うんです、うん、そう言われたらやっぱり願いを叶えたいと思ってる、特に若い時期なんていろんな希望があるし、うん、やっぱり入っちゃいますよね、うんうん、でそんな甘い気持ちで入って言の時代もよくわからないまま入って、うん、宗門との関係も、うん、結果的に何もわからないまんま、あなた今持ってるの誰の本尊、誰が書いてるって言って、うん、下の方見て何て書いてるって言うから、うん、あ、日見芸かって、うん、あ、それだねって言って、うん、取り替えに来たんですよ、うん、で、ご本尊様は普通は敷きをこう加えてこうやって、うん、こう外したりすると思うんですけど、こうやって取って、うん、剥ぎ取るように、うん、で、緑の変なやつ、うん、変なものに書いてって、うん、でえらい、なんか嫌なものを感じたんですけど、その時点で、ね、うんって思ったんですよ。なんで変えるって言って、喧嘩になったんですよ。なんで取り替えるのって。私、その、もともとのご本尊様、自分が50回ちゃんと受けていただいたんだよって。ちゃんと、ご用意していただいたんだよ。なんで取り替えていくのって言って、いや、これは学会の本尊じゃないから。これはダメ。って言って、で、3000円って言って、キロッとしながら持ってったんです、うん、でいやそれ戻してって言ったけど、うん、ダメダメって言って、うん、もうそのまま持っていかれちゃって、うん、それからでもまさか偽本尊とは思わないんで、うん、どうしてもわからないんですよね。だけどだから題目は上げてたんですけど、うん、でも先ほどの方もおっしゃってた通り、うん、なんかこう題目上げててもんなんか以前となんか違うんだよなって、うん、無機質なんですよ、うん、ここまで来ないですよ、うん、なんかね、うんまあ、それとどん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 結果がどん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 変な風に行くんですね、うん、なんでなんでなんでってその人間の性だったり、うん、体の調子だったり、うん、から学会の中もどん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 みんなもその5年10年平成、うん、5年に取り替えられてから偽本尊に変わってからどん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 みんなの顔が悪くなってって、学会の中も仲が悪かったり意地クソ悪かったり、前はなかったことがあるんだっていう、うん、妙な感じ妙な空気、うん、で御所も全然勉強しない、うん、それから会合に行ってももう池田のことしか言わない、うん、もう池田一切ご本尊様のこと言わないんです、うん、でもあとはもう芸家様の悪口ですね、うん、もう夜間がホールじゃないけどそれこそ夜間がうるついてますとか、うん、もうそんなものまだ優しいぐらいでもうありとあらゆるもう、うん、アックメリ、うん、であとは芸家様のイラストを描いたバカがいて、うん、イラストレーターの、うん、亡くなられた芸家様の絵を描いてそれをこうせんべいにしてそれをバリバリ割ってっていうような稚拙なことをやったりとか平気で快感でそのことやってたんですよ、うん、おせんべい配って、うん、でやってることがおかしいってだんだん思い始めて、
偽本尊には気づかないけど学会が変ってだんだん思い始めてきたんですね、うんうん、みんなも変だし学会自体も変だしなんかみんなやってること変だよって、うんうん、でやってることが暴力団にほぼ近いっていうか、うんうん、ちょっと時々そういうこうあの何をやってるかっていうのだんだんこう耳に入ってきだして、うんうん、それだん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 やっぱりこう SNS っていうか、うん、ネットでこう情報が入ってくるようになって、うん、学会っていうのはすごいことやってるんだなっていうのがだんだん自分で分かってきたんですね、うんうん、これちょっと、まずい団体だよなと、うん、でただでもまだ悲しいからそこで気づかないんですよ本尊が嘘だっていうのが、うん、でどうしたらいいですか私はってあげてしまうんですね、うん、上げれば上げるほど頭が狂うようになんでなんでなんでってなってくるんですよ、うん、ぐわーってしちゃめちゃな状態で、うん、どうしていいのか分かんなくなってうーってなって、うん、結局何も結果出ないまま終わってしまって、うん、その状態が結局その平成6年から取り替えられたんで、うん、私はずっと偽本尊って分かる、うん、あの教えていただいた豊田さんに去年の11月の時点で、うん、初めて、うん、YouTube、うん、見させていただいて分かったんですけど、うん、でなんで偽本尊っていう風にそこで自分が検索ワード引いたかっていうと、うん、あのすいません声がちょっと変になっちゃってあの妙通寺さん の、うん、あのホームページを見てて、うん、これは偽本尊ですよって書いてあったのを初めて見たんですね、うん、えでちゃんと書いてあるんですね色もちゃんとついて、うんうん、よく見てくださいって書いてあったんで、うん、見たら全く同じなんですね、うん、うちも偽本尊じゃやっぱりと思って、うん、で偽本尊で検索してだから YouTube の動画がバッて立ち上がって、うん、田中さんの偽本尊を説明されてる動画に行き渡って、うん、私あの目から鱗と同時に自分が今まで何やってたの、うん、ってなって気が狂いそうになったんですよ、うん、本当に、うん、で実はあのもう結構その10年ぐらい前からあのその去年 の、あの12月の時点で偽本尊で気づく10年ぐらい前から、うん偽本尊になるたびにそれこそうつ障害出るよ統合失調症になるよっておっしゃってる通り、うん、変ではないんですけど、うん、やっぱりうーってなるんですねあのパニック発作みたいな、うん、であの今でもちょっと薬飲んでるんですけど、うん、わけが分かんなくなる状態になるんですよ、うん、なんかもう苦しくて苦しくて、うん、でも台のおかげでも何にも解決しないし、うん、あげればあげるほど余計狂うっていうか、うん、もう経済苦行苦それからそのなんかわけでも分からない状態でもうどうしたらいいか分かんなくなって、うん、それでもうとにかく苦しくてたまんなくなってその妙通寺さんのホームページを見て豊田さんの YouTube に行き当たって、うん、で目から鱗と同時にさっきも言ったけどそのあの言いましたけどこう自分がやってきたこの何十年間25、6年、うん、途中からもうほぼやってなかったんですけど、うん、さっきの方みたいに本尊にご本尊もなんか偽本尊って分かってないけど向かうのも嫌になってきて、うん、もう結構10年ぐらい前からはやってないんですね、うん、あんまり上げてなくてでも、うん、やっぱり困ると偽本尊と分かってないからまた上げちゃう また上げてしまうっていう感じで、うん、もうそれのずっと繰り返しだったんですね、うん、で結果分かった時点でもうそれこそ発狂しそうになったんですけど、うん、いや発狂してる場合じゃないとにかくこれなんとかしなきゃって、うん、でだけどもしここで今返したらまた学会が何か言うだろうなと、うん、どうやって返せばいいのか分かんないんですね、うん、で母親は私より前にも結構前に学会に呆れてて、うん、巻いたまんま、うん、もう置いてあったんであの実家で実家高知県なんですけどあの全然祈ってないって言ってたんで母親とりあえずそれはもう私結構まだやってないよって言って、うん、で私が偽本尊だって話したらまあ私はもう信じてないからどっちみちいいよって言って、うん、で早くそれ返しなよって言って、うん、それ絶対返さなきゃダメだよって、うん、そこにあるだけでダメだからって言って、うん、私はもうすぐ返すからって言って今返し方を調べてるんだって言って、うん、であの脱会のその仕方っていうのをネットで調べて、うん、だからいろんなこと書いてあるんですよねやっぱりあの学会が来るよとか、うん、で本部にそれを返してもあの受け付けてくれないよとか書いてあるけど、うんもうやってみるしかないんで、うん、全部ネットに書いてあるととりあえずやってみたんです、うん、あの脱会届自分で書いて、うん、あのそれでハンコ署名捺印して、うん、巻いて、うん、あのレターパックで本部宛に送りつけて、うん、であの脱退員が来るか来ないかそれは分からなかったけどなんか学会に来るなっていうことを、うん、絶対来るなっていうことを、うん、周知してくれって言って、うん、本部にあの脱会届を作ってそれを出して、うん、まあ今のところ一切来ないんですけど、うんうん、あの脱会してから去年
去年の12月の時点で、その11月の時点に偽本尊と分かって、うん、脱会したのは、脱会届を最終的に出して、ご本尊を、あの偽本尊を戻したのは、今年の7月なんですけども、うん、まあ、あの一切あの、学会が来たりはしませんけども、うん、あの結果から言うと、その後じゃあ、今度、ご本尊様をいただきたいって思うんですけども、うん、勇気が出ないんですよね、どうしてもこう。いろんなことネットに書いてあるんで、何を書いてあるかっていうと、お寺に行ったらまず10万円取られる、おで毎月1万円のご供養しなくちゃいけないって、で、お山に行ったら必ずもうお山はボロボロで、それこそあの、うん、野犬とまでは言ってなかったですけど、もうそれはさすがに言わなくなってましたけど、木は伐採されてもう全てがボロボロで、で、ホッケコの中の人もすごくみんな、うん、あの良くない人でみたいなことを書いてあって、うん、散々なこと書いてあるんですね、うん、でお寺もあの、まあ、ご僧侶がすごく厳しくて、うん、でいつもお金のことしか言わないとか、うん、これ本当に書いてあることなんで、うん、全部書いてあるんで、うん、でまさかでしょうって、学会よりひどいとこないだろうって、うん、だけど揺らぐんですよ、うん、気持ちが本当。でももし言ってそうだったら、そう、その通りじゃなくてもそうだったらどうしようってこう、うん、やっぱりこう元々持ってる命がこう出てくると思うんですけど、迷いのどうしようどうしようどうしよう、でもこのままじゃいけないって、でまたウーさんの YouTube 見させていただいて、もうとにかくそれをこうなんだろう、パワーいただいて見させていただくことで、よし頑張ろうと思ってまずお電話したんです。8月に、それで、8月の初めに、で、あの、さっきあのお話しした通りだったので、今度あの、自分の、あの、まあ、住んでるそばが埼玉なので、実際にお電話したんですけど、ちょっとうまくつながらなかったので、で、あのホームページを見て、そのご住職から、あの、さんにつないでいただいて、で、しずさんにお話をさせていただいて、でそれはもうあのさっきお話しした流れのマテさんに紹介してもらっていただいてっていう形で、やっと今あの長い話で申し訳なかったんですけど、いやいやいいんですよ、こういうの大事なんで、貴重なんです。あの10月にあの本当に良くしていただいて、もうお世話になりっぱなしで、あのご案内させていただいて、10月の15日だったんですけど、次あの11月の23日にご会議させていただいて、今もあのまああの安定剤ですね、今薬はうっってなってこう発作とかが始まるんで、あの動悸とかそういうパニック障害っていうんですけど、あのそこまでひどくはないんだけど、ちょっとこう一歩手前っていうか、またこう薬飲みながら、でも薬の量を減らして、いろんなことあるけど、でもまたそれぞれの YouTube 見させていただいて、であとは今上心ですか、あのあーすいません、病患後の良い上心ね、読ませていただいたりして、自分の今がどういう状況なのかをもっとちゃんと冷静に見なきゃと思って、いろんなことがあるからってもう奮闘されちゃいけないって思って、大の声上がらないんだけども、とにかく YouTube 見させていただいて、生の声を聞き、本を読んで、その上心の、もう私教科書みたいにさせていただいてるんですけど、YouTube とその上心を、もうずーっととにかくあの宿命転換したくて、いつも早く、まあ、今こうジレンマになりながらも焦りながらも頑張ってる途上なんですけど、どうしても今日お礼が言いたかったのと、あの学会どうしたいっていう気持ちがすんごくあって、私がもしこの訴えてるこの気持ちが他の方にも今の方みたいに届けられたらすごく嬉しいんで、苦しんでる人が山ほどいると思うんで、どうしてもあの潰れないだろうけど、今すぐは潰したいって日夜それも祈ってます。素晴らしい。許せないんで、本気で許せないんで、こんなに自分はまだまだ軽い方だと思うんですね、まだマシな方だと思うんです、自分の中では苦しいけど、もっとひどい人たくさんこうやっていらっしゃるし、現実ね、まだまだあの体験とかもいろいろ聞かせていただいてますけど、 YouTube の中で、それこそトヨルさんにあのうつのことで相談された方がいらっしゃったのを覚えてらっしゃいますか。いっぱいすぎちゃって特定できない。トヨルさんがついこの間見たんですけど、あの私も実は大変な時があったんですよっていうのをすっごくおっしゃってる YouTube を見させていただいて、
私またあのご会議受けさせていただく前にまたこうちょっとこうなりだしたんですよ、うん、行きたくないとかじゃなくて、うんうん、行ってこう発作が出たらどうしようとかしんどくなったらどうしようとか、うん、それが不安になるんですね、うんうん、ですごいあの大丈夫だよって言ってくださるんですけど、うん、自分でそれがやっぱりこう迷い始めるんですね、うん、あ途中でなんかしんどくなったら迷惑かけちゃうの悪いなとか、うん、その時にいやこれは行くべきなんだ行かないだじゃあどうやって自分の意を決せればいいのかなと思った時にその今の YouTube を見させていただいて、うん、豊田さんがすごく大変だったけどもう薬も全部やめてって、うん、もう1年間それこそ祈りに祈ったよっていう話されてて、うん、それこそ10時間招待とかやったよっておっしゃってた YouTube があったんで、うん、それでああこれだと思ってものすごく自分の命の中入ってきてその後また大目上げさせていただいてものすごい真っさらな気持ちで、うん、迷いがあると上がらなくなるんで、うん、そういう命なんで自分が、うんうん、でやっとあのご尽力もあって23日にさせていただけたので、うん、それも重ね重ねありがとうございます。いやいやいやそんなねご自身の信心とやっぱりねやっぱり良かったですよ。この方だったら安心してあの任せられる人だから、はい、そういう因縁だったんだねやっぱりね。本当にすごいあのものすごいあのご縁で、うん、私たまたまご住職がいらっしゃる時にそれもあの、うん、お寺に行けたんですね、うん、そういつもいらっしゃらない、いらっしゃらない、でご住職とさんのご関係ということで、うん、ご住職が直々に言ってくださって参考紹介者になってくださったんで、うん、そのすごいなんかこう、うん、あの豊田さんともお知り合いだったんで、うんもうお礼言いたくてしょうがなかったのでただいきなり私がお電話しても、うん、どこの誰かもわからないし、うん、あのきっとやっぱりまた同じパターンになると思うので、うん、どうしてもうそうでしたかぜひ のありがとうございました。いやいや申し上げたくてこちらこそ恐縮ですよ本当にねありがたいことだよね。そうですか。それだけどうしてもお話ししたくてもう長くなっちゃって申し訳ない。いいんですいいんです。だって今おっしゃった通りあなたのこの体験が今度次の人をまた救い出すわけだからあのありがたいことなんだよね。もう絶対に、うん、あの偽本能は絶対ダメなんで、うん、うちの親戚ももう